や、そういうのがあったから罰6は逆に薄いんだと思います。自分の友達を全部手つけられるより今の僕の人生の方が薄いと思います本当に。でまあ僕はどっちかというとモノマネって、その例えば僕武田鉄矢さんとか桑田佳祐さん、まあ知らんけどつむさんもそうですけど大好きで、その人たちが大好きで、それをいかに面白く、あの人たちは本当に真剣に歌ってうまいじゃないですか。それを面白い部分で伝えていきたいっていうので始めたので、まあでもそれが今ね、モノマネ界はふざけてるとか言われてしまうから、まあどっちかっていうとお笑い行ったり、ね、例えばドラマだったりその司会だったり、それで、ね、生きればなっていう夢も持ってたし、